ゆりこさん。私が美味しいご飯作りますから、これはしまいましょう。私決めたんです。お父さんのこと。ゆりこ、行ってくれた。私、お父さんのことが好きなんです。ゆりか、どうしたの？何を言い出すんだ、ゆり子さん。ほら、ケイも見送りなさい。出張なんて嘘です。あの人、浮気相手との旅行に行くんです。そんな。ケイも限って。私本気なんです。お父さん大好き。そんなこと絶対ダメだ。お父さん、ゆり子、何してんの？行くぞ。見送りに行ってくれ。お父さん、ご飯作りますね。ありがとう。先週から仕事の都合でうちに泊まりに来た息子夫婦。確かに息子は結婚当初よりも妻の百合子さんに冷たくしているとは感じていた。でもまさか百合子さんが俺に思いを寄せるなんて。去年妻に先立たれてから何もやる気が起きず、だらしなく暮らしていた俺を気遣い、時々百合子さんが世話をしに来てくれるようになった。圭吾は百合子さんに冷たくし始めてからしばらく辛そうに悩む百合子さんをよく目にした。ユミ、絶対に間違いを起こさないから安心しろ。圭吾と百合子さんを元通り仲直りさせてやってくれ。初恋同士だったんですよね。え？亡くなる前、お母様から聞いたんです。純愛羨ましいな。田舎だから他に相手がいなかっただけだよ。そんないいもんじゃないよ。さて、お茶でも飲むか。あ、お父さん、大丈夫ですか？大丈夫だ。しかし治りが遅くなったな。私のために。すいません。マッサージさせてください。
父さん、どうですか？ああ、気持ちいいよ。よかった。じゃあ、今度はうつ伏せになってください。ああ。これはまずい。お父さん、背中流しますね。いや大丈夫だよ。ダメです。私が体に負担をかけないように流しますから。気持ちいいですか？お父さん、私、お父さんのお嫁さんになりたいんです。私じゃ嫌ですか？お父さん、敬吾とちゃんと向き合ってくれないか？敬吾さんじゃダメなんです。お父さんじゃなきゃ嫌なんです。あいつはいいやつだ。こんな親父なんかよりもいいやつなんだな。ちゃんと敬吾と向き合ってくれないか？お願いだ。お父さんがそこまで言うなら、わかりました。百合子さんの必死の願いを込めた目に、一瞬父親であることを忘れそうになった。しかし血はつながっていないとはいえ、俺と百合子さんは親子、決して交わってはいけない。絶対に。
ただいま。あれから百合子さんはいつものようにおとなしくなり、夜は息子と寝室に行った。俺の言った通りに夫婦で向かい合ってくれているらしい。俺は二人が父さんの言う通り、圭吾さんと向き合ってみました。でもダメだった。すごく冷たかった。すまない。体中が冷たい。お父さん温めてください。お願いですから。この目の前で震える可憐な少女のような百合子さんを放っておくことなんてできなかった。すまない、すまない、本当にすまなかった。父さん、キスしてほしい。ちょっとトイレ行ってくるわ。俺は百合子さんに見つめられるたびに百合子さんへの愛情が深まっていくのを感じた。圭吾、お前には悪いが俺は百合子さんと結婚する。冗談だろう。私、圭吾さんよりもお父さんを愛してるの。ごめんね。もちろん
そんなことは絶対にできない。そうこうしているうちに二人が帰る日がやってきた。親父、ゆり子がいなくなってもちゃんと飯作って食うんだぞ。ああ、分かってる。じゃあ、また連絡するから。気をつけて。最近冷たくないか？そんなことないよ。親父の家から帰ってから特にひどいぞ。なあ、仲良くやろうよ。次の出張はいつなの？出張はしばらくないよ。だからさ、仲良くしようよ。どうしたの？家出してきちゃいました。バカだな、ゆり子さん。はい、私お父さんのことが好きすぎてバカになっちゃいました。俺も同じバカだよ。ずっと会いたかった。親父、ゆり子いる？親父、ゆり子来てない？昨日家を飛び出してから音信不通なんだよ。敬語悪いな。え、何が？ゆり子、私お父さんのお嫁さんになります。どうして？ごめんなさい、私あなたよりもお父さんのことを愛して。